あどけなさの残る顔立ちとエネルギッシュな演技です。さあ変わってヤナ・バテルシナ、こちらはまた、まあ、前に出た2人とは違ったアクロバティックな演技を一つ山崎さん見ものでしょうか。そうですね、今年からブリッジとか側転ですね、はい、アクロバットを入れることが可能になりましたので、その辺が見どころだと思います。さあ独特な動きから始まりました。アトランタオリンピックでも世界中の人たちを魅了したこの笑顔、ヤナ・バテルシナ銀メダリストです。不思議な動きを数々入れて、ね、鈴鹿さんどうですか、このアピール度というのは。可愛いですね、はい、ここからが足投げですね。そしてブリッジをして あっと足からの離れがちょっと早かったですね。とでもバテルシナは大きな大会での大きなミスというのは毎年目立ちますね。そうですね、技が大きいですからどうしてもミスすると欠点が大きくなるわけですね。しかしこの後その表情で動揺したりというのはやっぱり見せられないわけですから大変ですよ ね。どれだけ気持ちを立て直すことができるかですよね。さあもうミスは許されません。初優勝に向けてのバテルシナの演技、柔らかい、表情がいいですね。ビールド満点です。投げ上げから最後はの決め方、動揺を見せずになんとか最後まで演じ切りました。ヤナ・バテルシナのフープの演技です。このつなぎのステップというのも非常に山崎さん、ね、面白いですよね。この音楽をよく理解して踊ってるという感じがしますね。ここですね、足の投げでブリッジだったんですが離れがちょっと早かったんですね。これで 0.2 ぐらいの減点でしょうか。バテルシナとしては低い点数 9.68 に思ったような点数は出なかったようです。